どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。このパーティーを使っていきますね。ゴグマゴグパーティーです。ゴグマゴグはユニークスキルのあだなす怪力。これが、アクティブにいる味方の弱点の数が多いほど、自身のクリティカルダメージが上昇するというスキルですね。これかなり使いにくいんですけども、クリティカルダメージの上昇量はかなり多いということで、言ってみたいと思います。ほんとね、弱点が増えるんですよ。ゴグマゴグが、5つ弱点がありまして、薬師にには2つ。で、アラハバギが4つで、主人公に至っては7つ弱点があります。まあ、これはね、本当にリスキーだけども、使えれば相当強いみたいなんですよね。さあ、どれぐらい強いんでしょうか？やっていきましょう。それでは、いつもお世話になっております始皇点でダメージを測っていこうと思います。このゴグマゴグパーティーですけども、まずは、アラハバギの自在をやっていかないといけないんですよね。ということで、まずはアラハバギ自在をやっていきます。ヤマタノオロチからアラハバギね。で、そして決定番だ。いけ。出番を出て出番を出ています。なるほどね。それでは準備完了ですね。バフは完璧に入ってますし、アラハバギが弱点4つで、ゴグマゴグが5つですね。精神攻撃の弱点も入れていいみたいなので、まあ5つですよね。で、薬師陣に至っては2つなんですけども、狂乱の宴が入っているので、まあヒット数が増えるっていうことで、弱点を増やすよりもこっちの方が強いらしいんだよな。で、主人公はもう思いっきり弱点を増やして7個。さあ、これどれぐらいダメージ与えれるんでしょう。7回攻撃ができます。で、今のところの、最大値が、アルテミスを4回攻撃させて、その後ザオウ権限で、3回攻撃するが一番ダメージだったんですよね。6発で倒せます。6発。最後の、7発目は入れずとも倒せたので、まあ、ゴグマゴグもそれぐらいの火力が出てもらわないと困る。だって弱点があるからね。では、刹那いきましょう。回心と必中が入ってます。まあまあ強いけど、まあまあこれなりっていう感じのような気がしたな。おお、まあまあまあ、とりあえず打っていきましょう。2発目。あ、いや、減ってるわ。すげえ減ってるわ。おお、あ、そうだよね。ヒット数が違うんで、そっか、そこでダメージが全然変わってくるのか。ただ、一発の火力は、なんかそうでもないように見えたんだけども、いやいや、そんなことない。そんなことない。強いよ。だってもう半分ぐらい与えてるんですね。出番だ、行け。おそらくですけど。半分以上だよ。半分以上だよ。まあ、とりあえず3発目。強え。むちゃくちゃ強え。これね、次で倒すぞ。頼むぞ。あ、強いです。舐めてた。ここまで強いか。確実に。倒せますね。出番だ、行け。なるほど、一発一発はそうでもないかなと思いきや、いや、一発一発もかなり重いし、薬師陣を入れてるんで数が多くて、いや、強い。これは強い。今まで6発で沈めてたんだけども、4発で沈める。よっ。
で今日はコメントありがとうございました。ゴグマゴグパーティーを使っていきましたけども、ものすごく強かったですね。やはりね、このリスキーなタイプは強い。リスキータイプはものすごい強いですね。ただしリスキーなので、使う場所を選ぶ。通常で使っていくとね、さすがにね、やられると思いますけども、まあ、ここぞというところで使うと、すごくいいかなと思います。あとね、育成があまりしなくていいっていうのがいいですよね。ゴグマゴグはもう力だけ上げりゃいいし、まあ、薬師兄とアラハバギは上げなくていい。育成が簡単っていうので、まあ、使いやすいパーティーではないでしょうか。ゴグマゴグパーティーでした。ということで、またやっていきます。チェックよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。